英雄戦チャンネルの時間です。赤星です。西です。トミーです。本日はトミーさんにお越しいただいております。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミーと松のトミーです。はい。なんでトミーと松というタイトルがついたかっていうのをお聞きしたいです。ですよね。当時大テレビの作品だったんですけどね、ダイヤのね、あの夜明けの刑事とか何々刑事みたいなのは作ってたわけですよ。まあその中で新しくそのダイヤテレビがそのバディ組まして主役を作るのに、まあ噂の刑事だけだったかもしれないんですよ。当時僕はもうデビューして1年ちょっとぐらいで、あのニックネームがまあ富幸っていうんで、富ってまあ言われてたんですよ。で松は当然みんなでその歌手としてね活躍しましたけども、でそれをそのままニックネームをテレビのタイトルにドンとつけてしまおうっていう発想、その頃のねプロデューサー、あの春日さんっていうあのまあ大英テレビのプロデューサーだったんですけどね、その人がトミーとマスで行くから、でね当時ね、うん、アメリカでねあのスタスキー&ハッチっていう刑事ドラマヒットしてたんですよ。はい。でまあシルバイヤローのやつですね。それであのトミーとマスっていうタイトルも面白いんじゃないかなっていう発想で、うん、のつけになったんじゃないかなと思います。まずは共演者の松崎さんとはもうその後のこのドラマが終わった後も長い付き合いされてますよね。そうですね、未だにね、未だにあのなんかいろんな話があったらね、トミーと松で旅行しないかとか、トミーと松の、 あの特集組んから雑誌でお願いしない、したいんだけどとか、うん、そういう話が1年に1回にあるんですよ、未だに。まあ本当に初めての、まあ、刑事ドラマですよね。男の子だったらほら当時刑事ドラマの刑事やるっていうのは、まあ、憧れじゃないですか、うん、でねその前にねあの赤シリーズっていうのを2本やってたんですよ。山内百恵さん、山内百恵さんの赤い絆と、うん、あの宇津井健さんのファミリーが出てくる、うん、あの赤い激突っていう話が2つありましてね、それあの26本やってたんですよ、うん、どっちかっていうと憧れのお兄様、憧れの職業でこんなエリートが渋谷 の、 あの不良娘と恋をしちゃうっていうような、ありえないっていうような話、赤い絆はそうだったんですよね、うん、それであの激突っていうのはその3人の、まあ、美人女優さんが憧れる的のお兄さん、実は血がつながってなかったからそれがだんだん分かってきて激しくお兄さん争いをするようになるんですよ、兄弟で。まあそういうようなちょっとねありがちな、今やありがちな話ですけど、その後そういう話をどんどん韓国ドラマがねその見本にして韓流ドラマの基礎になったっていう話はもう皆さんご存知だと思いますけども、まあそういう話で一応ね超2枚目の役をやらせていただいてたんですよ。プロデューサーがトミーこれやってくれるかって言って持ってきたのがトミーと松の台本なんですよ。分かってんだよトミーはもう本当に2枚目やってんだけど、これちょっと読んでくれよ。で読んだらね、台本読みながらね吹き出してね笑っちゃうんですよ。なんだこれ面白い、これ絶対やろうと思って。2枚目はね、うん、たまたまいただいたルックス だけですから、うん、内容はふざけてる人間、うん、妄想狂で妄想大好きで、うん、妄想の中にはふざけてることいっぱい考えるわけですよ、うん、で高校時代もあのふざけたこといっぱいやってましたから、ね、やりたかったっていうか、うん、もう台本出されてこれやりますって言って、うん、で喜劇って面白いじゃないですか。まあね、西さんも関西だから、うん、吉本見て、バカな吉本を見て育ってるわけですよ、うん、でバカなことをやる人間がいっぱいいる世界も知ってるわけですよ、うん、みんなでねいつもふざけたことをしてましたからね。だからそこの台本読んだ時にそのこれはもう絶対やろうと思って、でまあマネージャーはちょっと心配してたかもしれませんよね。あのイメージが崩れるかもしれない。松崎さんって面白い方
うん、ですけど、もうあのそのままですから、そのまま、やっぱそのままですか、そのままです。もう本当にね、あのちょっとこれは隠しといた方がいいよって言われなかったら全部出しちゃいますからそれやめとこうって言って、もうマネージャーがもう先生松崎さんこれかっつってみたいなところもありますから。松崎さんの方はある程度字でいけたんですよ。もうあの字ですよね、うん、ただね、台本に書いてないこともね、松崎さんはするんでね、アドリブ、アドリブがめちゃくちゃ多いんですよ。国雄さんはあまりアドリブをされない役者さんのタイプ、まあ、最初からそういうふうにあの育てられました。あ、最初はあの監督も困るし俳優もね、うん、もう違うセリフ言ってくるけど、まあ大体言ってるからいいやと監督は思ってるわけですよ、うん、はいこのセリフまで言ってくれたから、はいカットと思ったら思ってるのに、また他のことをベラベラやったり、うん、ここでカメラ切りたいのに、うん、2人がここにいたいのにまだ違う動きをしたりするわけですよ、うんうん、で最初すっごい困ってましたよね。でも松崎さんは自由にやって、うん、それがまた面白いんですよ。なるほど。で松崎さん曰く、まずはスタッフを笑わしちゃえ、スタッフが笑わさないことは、笑わないようなことは面白くないよ、一般の人が見ててもって、そういうその考え方なんですよ。で同じこと2回やるのは好きじゃないし。なるほど。とにかくもう弾けるんですよ、画面から出ちゃうわけですよ。セリフも画面から出るわ、動きも画面から出るわ、でもあの何本かやってるうちに、もうそれ覚悟でやってますから、この人がこのセリフで終わらなかったら次どこまでセリフ受けてやろうかなとか思いながら、うん、でもストーリーだけは僕が、まあ、まあいわばストーリーテイラーみたいになるんで、あの完璧にストーリー入れてますから、そのストーリーからはみ出さないように引っ張り戻すんです、話がちょっと外れたら、うん、で、まあ、最後は収めるっていうような形で、あの松崎さんには自由にやってもらってました、ね、俳優同士の息が合えば、ね、うん、あのすっごく自然に流れるんですよ。とにかく息がね、リズムがこう合っちゃえば、多少セリフ外れても、うん、僕がまあしっかりしてたら、うん、引っ張り戻せますから、うん、松崎さんにとってはね、うん、僕は最高の相棒だと思います。絶対そう思う。もう最高の女房役だと思いますよ。ダメよあなたこっちへ行ってみたいな、ほらよだれ出てるみたいな、ボタンだの快楽街ってあるじゃないですか、ネオンが綺麗だし後ろに駅が見えててって、もう台本にこの通りみたいなシーンがねあるんで、あの設定があるんで、そこでやろうってことでやったんですよ。お前が、お前さんがね、来てね、当然道路局はあるかって言ったら、とにかくね、あの制作部を警察に引っ張ってくるんですよ。で、向こうへ行って警察に謝りながら、なんて乗ったり下り喋りながらね、許可とか反省文とか始末書書いてるんですよ。で、その間に一斉にやらなきゃならないから、風俗街の営業時間中にやっちゃうわけですよ。いや、何でもそういう店があるわけじゃないですか。そしたらね、初めてね、ピンサロっていうところ入ったのがね、富と松やっててなんですよ。撮影中にお店の中に貼った、いや、お金使ってあげないと、ほら、呼び込みのお兄ちゃんとかが怒って邪魔するわけですよ。なるほど。あ、よーいっつったら、何してんだいとか言って、撮影にならないから。ならないから。うん。だから富と松がちょっと間、もう本当に寸間ですよ、もう5分とか10分の間、じゃあお客になるからって入っていって、初めてね、ピンサロっちゅうところ入ってね、僕はね、やだな、これ、いや、おばさんが横に座ってくる、なんかきつい香水で嫌だなとか思ってたら、まずはね、ピンサロのおばちゃんに乗っけてね、ちょっとね、楽しいもんですよ。それ見てね、さすが松だなと思いながらね、どういう環境でも楽しまれるってことですか。もう本当ですよ。あの、10分、15分のそのピンサロの時間を楽しむんですよ。もうそういう裏の努力があったからこそいい撮影が撮れたんですよ。他のシーン、あの僕らが出てないし、カット撮って、はい、で、トミー、まさきさん、はい、お願いしますって言って、またバッと撮って、はい、トミー、行くぞって言って、最後、ビューン抜けてって、はい、カット、ティッシューってしまうんですよ、はい。もうティッシュ5分で全部機材片付けて。いや、なかなか貴重な話。あ、
そうですよね。あのね、ピンサロだけは忘れられないですよね。撮影の途中にちょっと入ってて、ピンサロのスタッフをご機嫌を取りに入るわけですからね。2、3万使うわけですよ。うん、でも店入ったらモテモテだったでしょ。いや、そんな2倍が入る。プッサイはプライが、誰だか分かってないやん。なるほど。なるほど。撮影終わってから2人でお飲みに行ったりとかそういうことあるんですか。ああ、まあたまにはありました。松崎さんの嫁さんが、はい、あの六本木でお店やってたんですよ。素敵なスナックを、カウンタースナック。そこよく行ってましたね。あ、なるほど。聞いていいですか、そういう時って。歌って歌われるんですか。誰がですか。あの松崎さんは。いや、今みたいにね、そんなね、歌を歌えるっていうのは、カラオケが入ったのは、それから5年、10年後ですよ。それまでもしも歌うんだったら弾き語り。ああ、なるほど、うん、で。ギターいつも松の車の中に1台積んであったから、自分で、あのそう、気分が良かったら歌うだろうし。ということは、飲みに行かなくても、撮影の合間とか街でもこうギターで弾いとられたって。いやいやいや、もう常に弾いてて、当時松も忙しくてね、英語だよトミー、またこれ英語を覚えるの大変なんだからっつってね、もう暇があったらその歌詞をね、あの歌ってるんですよ。で、音は覚えられるんだけど、さすがにね、英語だけはね、この正確な発音も大体わかるんだけど、何言ってるかわかんないんだよな、これとか言いながらね。それでカンペをね、スタジオ一回連れてってもらったことあるんですけど、うん、松崎さんのタコ揚げって有名だったって言うんですよ。カンニングペーパーをね、スタジオの、あの要するに照明をぶら下げるバーがあるじゃないですか。そこに大きく書いてマジックで、こうやって紙をね、ぶら下げておくわけですよ。でないと、歌いながらこんなところに入ってたら顔が映らないじゃないですか。どっちかっていうと上を見てる方がテレビが照明も当たるから、上にあの歌詞カードを つけておくわけですよ。で、それを見ながら歌うんですよ。うまいなぁと思ってね。でも当然歌はすごいうまいじゃないですか、うん、痺れさせてくれますけども、ね、うん、そうやってね、やってるんですよ。だから松は一番その当時ね、その英語の曲をやるのを苦労してましたね。へえ。国広さんってすっごい人気モテたんじゃないですか。ファンの方とかも相当すごかったんじゃないですか。いや、あのやっぱり視聴率取ってるから、うん、あのもうすごくあのみんな女性のファンの方もたくさん、うん、あのファンになっていただきましたよ。なんでも別に話しますけども、うん、あのそういう世界と、うん、ファンの世界とね、当時24時間芸能界で働いてるわけじゃないですか、うん、今は本当にね、あの裏話、スタジオの裏を見せるのがなんか当たり前みたいになってますけどね、うん、当時は裏見せなかったですですね、うん、化粧する前の女優さんの顔は見れなかったですよ、うん、そういう世界ですよ。あのね、あのありがたいことにこの70歳過ぎてまだあの時々テレビ映画に呼んでいただいてね、俳優業もやらせていただいております。しかし近頃本業は画家になりました。私 YouTube も Instagram もやってます。ちょっとあの国広富幸の名前で調べてもらえばありますので、覗いてみてください。この間ね、はい、インスタグラムやってるんですよ。で、僕若い頃の、それこそトミーと松やってた頃の、あの写真集の写真をね、あの10枚ほどこのパッ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 とコマ送りみたいなので10秒ぐらいのでインスタ上げたんですよ。そしたらそれまでは1000から3000ぐらいしか見てもらえなかったのに、いきなり27万回ですよ。今でもまだちょっとずつ伸びてるんです。だからね、あの懐かしいなと思って見てくださる方ね、たくさんいらっしゃると思います。ちょっとね、おじいちゃんになりましたけども、まだまだ元気で別の仕事をやってます。画家の仕事は死ぬまでやりますので、そういう面でもあの私いろんなところで展覧会開いておりますので、国広富幸っていう字を見たらちょっと覗きに来てください。よろしくお願いします。まだまだね、お話が聞きたいので、本日もちょっと来ない、はい、ということで、ぜひぜひまた、エアセチャンネルお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ご対応どうもありがとうございました。ありがとうございました。